車両の一部が公開されました。 JR 東日本は来年5月に運行を始めるクルーズトレイン四季島の車両2両を公開しました。今回公開されたのは先頭車両となる10号車と隣の9号車で、10号車は展望車、9号車にはスイートルームが3部屋も設けられましたということですが、渡辺さんいかがでしょうか。まあ、立派なあの車両でね、なんか豪華な感じになってるんですけど、まあ、僕の中ではね、気になるのが電車、この四季島っていろんなとこ通れるようにパンタグラフで電源取ってモーターで動く電車の部分がありつつ、さらに電気式ディーゼルカーっていう中にディーゼルエンジンを入れて、それでディーゼルエンジンで、発電してモーターで動かすみたいなのの、2つを、やってる、組み込んでる、車両なんですけど、まあ、それやること自体はね、どこでも走らせるというの便利さはあるんですけど、それによってものすごく車両が重たくなっちゃうから、その重さでね、他の、ローカル線とかどこまでのローカル線が通れるかというのが気になるのが一つと、あと先頭車の展望車は多分スイートルームというより特別ルームみたいな感じで、もっと高い車両になると、価格帯が高い車両になると思うんですけど、この車両が中にモーター、電気で動くモーターとあとディーゼルエンジンの両方が入ってるって言ったから、その辺の、ね、騒音とか振動とかってどういう感じに工夫してるのかとか、まあ、公開されてる時点ではまだ分かんないけど、その辺をね、実際エンジンとか動かしたりして中でどんな感じに過ごせるかというのをちょっとがどんな感じなのかというのもこの公開の際ちょっと見せてほしかったなと思いました。